さあケンリックサウンドに到着しました。おっと二重扉になっております。こんにちは。こんにちは。あ、いらっしゃいませ。細井社長でございます。こんにちは。よろしくお願いします。これ後ろに映ってるやつはもういきなりですけど、これ私のスピーカーですか？そうです。きたー。おー、めっちゃ綺麗。見違えるようになってます。見違えるように。はあ。こっちもね、はい、こんな感じになってますけども、いや本当ありがとうございます。もう心待ちにしておりました。いろいろお待たせしました。はい、ケンリックサウンドさんって、はい、まあ、もちろん音が一番ではあるんでしょうけど、はい、やっぱり外装ってこだわりがすごいなって普段から思ってるんですけど、はい、そのあたりのことちょっとお聞きしてもよろしいですか？はい、もちろん当社に入ってくるシーレススピーカー JPL 皆さん大事にされてるので、もともと綺麗であるのは間違いないんですけれど、まあ、それでもやっぱりどうしても年代物なんで傷汚れとかってありますから、それはやっぱり底面に至って、もうこの見えるところもそうなんですけれど、そこの細部に至るまで全部きれいにして仕上げる、うん、でよく皆さん音だけやってくれれば外見はボロでも構わないよっていう方もいらっしゃるんですけれど、うん、特にこの時代のスピーカー JBL って音は箱が響くことによっても紡ぎ出されるので、ここがガタついてるとやっぱり人の肌がこうガサついてるのよくないのと同じように、うん、響きの美しい音が出ないので。塗装によっても結構変わるんですか？変わりますね。その辺は、まあ、塗装でチューニングをしていくっていう方向付けになるんですけど、まず基本的に両方左右で揃って綺麗に問題がある状態が大事ですね。私の個体なんかは割とこうオーソドックスな、はい、ウォールナットの仕上げ、オイル仕上げです、ね、オイル仕上げ、はい、私ねこういうツヤのないやつが個人的に好きだからこうしてもらってるんですけど、はい、他にもいろんなことできるんですよね。これ何色っていうんですか？これはね、色は、まあ、マホガニの色をつけてるんですけれど、のピアノフィニッシュですよね。ピアノポリッシュですね。ポリッシュ、はい、こういうこともできるし、逆にこっちは似た近しい色なんですけど、はい、こっちつや消しなんですよ。そうですね、はい、サテン仕上げ、サテン仕上げ、はい、なんかもできるし、はい、こういうパラゴンがあると思いきや、こっちはまた別のパラゴンがあるんですけど、また色が違うと。そうですね、これはどちらかというとオーソドックスな感じです、はいはい、なのでなんていうんですか、お客さんの好みに応じていくらでも、はい、何とでもなりますよっていう感じですよね。はい、でそれぞれのお客さんが選んだ塗装に応じて、はい、トータルのチューニングをしていくっていう、はい、そういう感じですよね。はいはい、まあ、カスタムの領域の場合そうですね。はい、オーソドックスの場合はあまり色替えとかはしないんですけれど。はい、なるほど、はい。じゃあちょっとね、これで早速聞かせてもらおうと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。こんにちは、アンソニーです。ケンリックサウンドにお邪魔しております、代表の細井社長です。こんにちは、代表の細井です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや、もうついにこの日が来てしまいました。そうですね、ですね、もう前々から何度か言ってるんですけれども、こちらで購入した JBL の4343を、カスタムをお願いしておりまして、はい、いよいよ完成したということで、音を聞きにやってまいりました。で、もう音聞かせてもらいました。で、まあ、いきなりその感想喋っちゃうんですけど、ちょっとこれやばくないですか？はい、やばいっていうのはその相対評価みたいなもんで、はい、この後話しますが、私が初めてケンリックサウンドでこの
このスピーカーね、このスピーカーを買ったのがもう、10年ちょっと前ぐらいなんですよ。でその時は、カスタムというよりはレストアを中心にやってもらって、はい、その時でもここで完成した時に音聞かせてもらって、うわすげえなと思いましたけど、はい、まあ全然次元が違う。でその当時もフルカスタムっていうメニューが多分あったと思うんです、うんうん、で、私はお金がなかったのでレストアに留めました、ほとんど。でただ当時のフルカスタムとこれを比べてもだいぶ違いますよね、はい、成長しました。いやめちゃくちゃ成長しまくりだと思います、はいはい。でそれはケンリックさんの、YouTube チャンネルの空気録音を聞いてるだけでも、うん、家で聞いてるだけでもどん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 音が進化してるなっていうのがすごい分かるので、はいはい、まあ、期待はしてましたけど、もう最初に音を出した瞬間、うわもうこれやべえなと、もう言葉にならない感想を持ちました。で、まあ、今回はこの広い環境 でアンプがこれ何でしたっけ、フェーズメーション、フェーズメーションの MA1 ですね、パワーアンプはっていうパワーアンプと、でダックが当社のオリジナルの電流転送型ですよね。これも相当な、はい、こだわりのある製品で、非常にいい環境で聞かせてもらってるので、まあ、家に持って帰って家で同じように聞けるかっていうとそれはまた話は違うんですけれども、まあ、自分ができる範囲でちょっとずつこのスピーカーの良さを出していけるように頑張っていきたいなと思っております。はいはい、いや本当にね、ありがとうございます、マジで。でもちろんその音が一番ではあるんですけど、多分冒頭でも言ってると思いますが、外装もねめちゃくちゃ綺麗じゃないですか。このウォールナットの、オイル仕上げの外装に、はい、まあ、私の好みでこのクリーム色にバッフルを塗ってもらって、うん、はい、その仕上げも非常に綺麗ですし、うん、もう言うことなしです。はい、まあ、ただまだね今回やってないこともあるんですよね。確かに私もやっぱり予算限りがあるので、もう今できること全部やってくださいとは言えてないんですよ。なのでそこはまあこの後ご説明したいと思います。はい、はい、ということで、そうそう、でね、ちょっと昔話していいですか。はい、私とケンリックサウンドさんとの馴れ初めというかこれまでの歴史なんですけど、はい、私そもそもケンリックサウンド立ち上げる前から実は細井社長のことを存じ上げていて当時はミクシーというSNS がありまして、ありました、ね、それで私一方的に多分フォローっていうのかな、見に行ってたんですよ。はい、で当時細井社長結構インテリアとかすんごいなんかこだわってて、うん、なんかこのお兄さんかっこいいなとか思いながら見てたんですよ。でそうやってなんかウォッチしていた人がなんかあれよあれよという間にケンリックサウンドという JBL のレストアとカスタムをする会社を立ち上げたと、はい、まあ、最初は会社じゃないかもしれませんけど、うん、まあ、立ち上げましたというのを見ていてですね、で、まあ、その頃私もなんかたまたまこう JBL に興味を持つようになって、はい、で私ね、ケンリックサウンドを立ち上げたのが2007年とか2009年頃ですよね。はい、で私2010年に初めてここにお邪魔してるんですよ。でその時私はJBL の 4333B っていうのを聞かせてもらって、うん、はい、まあ、一般家庭だったらこれぐらいのサイズが、うん、まあ、限度かなっていう思いで聞かせてもらって、まあ、それは当然良かったんですけど、で、その横にあった4344もその時聞かせてもらって、はい、これまたすげえなと、でしかもなんか4343っていうのもあるらしいと、うん、で4343っていうのは横置きすることもできるよみたいな話もなんかしたような記憶があるんですけど、はい、ありましたね。はい、まあ、そこでまあ初めての出会いがあって、でその後、翌年です、2011年に、いよいよ、お願いをしようと思って2度目の訪問でここに来まして、はい、で、その時は4343の BWX というフェライトの方を聞かせてもらって、まあ、たまたまアルニコモデルがその時なかったんですよ。はい、なんですけど、まあ、それを聞いた上で、やっぱりアルニコなんじゃないかなと直感的に思って、よりこうシャープな金属なんていうんですか、トランペットとかの金属的な響きとか、そういうシャープさがアルニコの方が得られるんじゃないかなとその時私は思って、4343の AWX でしたっけ、はい、を、注文したんですね。はいはい、で先ほど言ったように、まあ、カスタムというよりは、レストアを中心にやってもらって、でその時ですね、ここのこっちからこのツイーター部分、
これはステンレスにしてもらったんですね。しましたね。はい、で、この後話しますけど、今回、こっちもステンレスにしてもらったんですよ。これをやりたかったんです。非常に楽しみにしてました。はい。っていうようなことがありました。はい、で、その時は、翌々月ぐらいに完成したっていうことで、見に来まして、はい、でそのさらに翌月に納品してもらったみたいな感じでございました。はい、だからちょっとプチ自慢なんですけど、私ね十数年前からケンリックサウンド知ってるんですよ。ちょっとプチ自慢なんですよ。いやでもなんかちょっと自慢したくなる気持ちもわかるでしょ。はい、だからその毎日のように YouTube の動画も見てるせいもありますが、本当に進化してるなっていうのがすごいわかるので、その辺のこだわりがどういうふうに詰まっているのかっていう話もこれからちょっとお聞きしたいと思ってます。はいはい、で今回の私がお願いしたカスタム内容なんですけれども、細かいこと全部ね、ここの動画ではご説明はしませんけれども、ざっくり15項目ぐらいあるんですよ。まあ、本当細かいので言うと、エッジ交換とか、根紙の着色とか細かいのもいろいろあるんですが、その中でも特にこれはこだわりが強いというか、まあ、単価も高いものは、はい、これが効果が高いんじゃないかっていうのはどれに当たるんですかね。先ほどアンソニーさんの説明されてた、はい、中高音のドライバーのところのホーンですね。はい、ステンレスの無垢削り出しホーン、はい、それからドライバーの後ろのカバーの部分も標準品はアルミの薄いカバーなんですけれど、はい、それをステンレス無垢削り出しの、まあ、バブルバックタイプと呼ばれるものに交換しているところが大きいと思いますね。バブルバックカバー、はい、バブルバックカバー、はい、それはどういう効果があるんですか。これはですね、375という大型のドライバーの初期にだけ使われてたカバーなんですけれど、はい、その後は全部鋳物のですね薄いカバーに変わってしまって、うん、振動板が中で動くとそのカバー自体も動いてしまう、響いてしまうので、うん、吸音材のスポンジを入れてるっていうのが後々のものの特徴なんですよね。でもそれをするとノイズが乗るし、振動板から出た音、美味しい成分まで吸ってしまうっていうデメリットが、うん、ただコストがかかるから最初の初期のものは作ってないんですけれど、まあ、これを再現して初期の375用のものを再現して肉厚で泣かないので、うん、中に吸音材を入れてしまう必要がない。必要がない、必要がない。普通はスポンジが入ってる、入ってるんです、うんうん、だからもともとは入ってるものだったんですけれど、はい、必要がなくて、その内側にある壁で反射したものを合成してこちら側に出すということができるので、はい、非常にキレがいい。それは型から起こしてる、作ったんですか。そうです、削り出しなので、まあ、マシンで削るんですけれど、はいはい、もともと375というドライバー大型のものにしか存在しないので、はい、デザインを起こし直して、うん、形状一緒で、はい、この2420というドライバー用に作りました。はい、あ、なるほど。それはご自身のチャンネルでも結構詳しく解説されていらっしゃるのもありますし、はい、私の動画のコメントでもこのバブルバックカバーがかなり効くんじゃねえかっていうふうにね、コメントもありました。はい、はい、そんなこともありますと。で、あとは僕はミーハーなんで、単純にね、こう表に見えるところもやっぱりこう真ん中がステンレスになって、はい、より精悍になったなっていう感じですね。はい、これブラスもあるんでしたっけ。今もやってます。アルミ製銅と呼ばれる、はい、真鍮に近い金色のものもあります。はい、はい、なるほど。それは性能的、あ、てか音質は多少は傾向変わるんですか。ね、そうですね、柔らかさが若干違うので、ステンレスが最もこれ硬くてですね、はい、やっぱりキレのいい音は出ますし、なるほど、メンテナンス性がいいですね、うん、腐食しないので。あ、そうですね、うん、あとホーン、このホーンちょっと説明不足いいですか。はい、メッキしてると誤解されることが結構あるんですけれど、メッキの輝きではなくて削り出したものを磨き上げて鏡面にしている素材そのものの、うん、輝きなんですね。だから表面をこうツルツルにすることによって音波のこうロスを発生させないっていうところが特徴なんで、機能美ではありますんで、うん、メッキではないということです。うん、はい、なるほど。はい、あ、じゃあちょっとついでにここにも触れようと思うんですけど、はい、ここと、この2307っていうのは、はい、一般的にはここに、はい、音響レンズがついて
ってますよね。そうですね。ですよね。2308という音響レンズが、はい、一般の人は。で、ケンニクサウンドのホームページとかこれまで動画見ると、はい、音響レンズがついてるのほぼ見たことないと思うんですが、はい、そこに対する考え方って何かあるんですか。私は個人的に音響レンズをつけるの好まなくて、はいはい、だいたい素材が他はメタルであったりウッドであったり、うん、天然素材なんですけれど、はい、あそこだけプラスチックの薄い羽なんですよね、はいはいはい、だからそれがどうしてもこの音響的に共鳴してプラスチックの泣きが乗ってしまうということと、はい、まあ、拡散効果があるんですけれど、はい、それの引き換えに、まあ、どうしてもこう美味しいところがそれもまあ失われてしまうということもあるので避けたい、うん、でもつけたい方のやっぱり目的としては高音がうるさい中高音がやっぱり耳につくので、うん、それを緩和させるためにつけるっていう方が意外と多いんですけど、うん、それはそもそもドライバーの調整がちゃんとできてないから。あ、なるほど。だからきっちりあのメンテナンスができて音がきれいに出る場合は、うん、つける必要もなく、うん、きれいな音で、まあ、鳴らせるので不要だと思います。あ、まあ、つけるとせっかくのステレス見えないですしね。そうですね、カバーされちゃうので、うん、はい。なんか前オリジナルで作ってませんでしたっけ。ウッドで作ってました。ウッドで、はい、それ今でもやってるんですか。今は作ってないんですね。職人がちょっともうできなくなってしまって。 あ、はい、あれは美しかったですね、はい、響きもいいですし、うん、これね、あの僕この距離で見てもめちゃくちゃ光り輝いてるんですよ。後でアップで撮っておきますけど、綺麗ですよねこれ。なんか部屋の照明と相まって多分すごく綺麗になるんじゃないかなと思いますけど、はい、はい、あとはあの初めおすすめしたコンデンサーの交換とかネットワーク関連の。そうなんです、うん、あのですね、ムンドロフ、ムンドルフっていうんですか、はい、の、ネットワークコンデンサーをまるまる新品に交換しちゃうっていうメニューがあるんですよ、はい、これが結構お高くてペアで35万円するんですよ、はい、でこれをするとちょっとあの僕の今回お願いする額が桁が上がっちゃうので、うん、もう本当苦渋の決断で断念したんですけど、うん、それは僕は諦め、今回は諦めました、はいはい、実際にはでもこのムンドルフのエボシルバーゴールドオイルっていうコンデンサー普通に買おうとするとこの金額超えます、はい、超えます。そうなんですか、はい、今ベラボーに高いです。コンデンサーってあの円柱状の、そうですね、あの部分ですね、フィルムコンデンサー、はいはいはい、ですから、まあ、これも今やるとしたら金額的には急激にも上がってるんです、うん、入手がまずできないですね。ああ、そうですか、はい、あ、でまあ、今回は諦めましたと、うん、その代わりに標準のコイルコンデンサー抵抗はそのままで、はいはい、まあ、方向性を揃えようという提案をしまして、はい、まあ、両性それぞれに巻き線構造になっているので、うん、信号をどちらから、まあ、アンプのホット側をつなぐと いい音になるかっていうのがあるんですけれど、うんうん、それを全部整えていったという作業をします。それはあの動画にもおっしゃってましたけど、その方向性っていうのが極めて重要であると、はい、で多分その一般の人には分からないような特殊なノウハウが蓄積されていると思うんですね、はいはい、であの言葉で説明できるところもあるでしょうし、うん、説明できしきれないところもあるでしょうし、はい、でこれってパーツを変えるわけでもないし、はい、目に見えるものでもないし、うん、もう純粋にあの技術量というか、はい、ノウハウに対して我々はお金を出すものの、はい、代表例だと思うんですよ、はい、うん、で僕はなんていうのかな、割とこうケチな人間なんで目に見えるものにお金を払いたいタイプなんですけど、うん、ここはもうケンリックさんとやっていく以上は絶対にお願いした方がいいだろうなと思って、今回お願いしました、はいはい、やっぱ実際聞いてますか。聞いてますね、うん、YouTube でもやっぱり違いについては時々出すんですけど、はい、そうですね、あの意味のあることしか基本的にしないので、はい、これは効果ありますね、うん、はい、なるほど、はい、他は何かありますか。他はですね、はい、先ほど説明した中高音のところのドライバーに付随して、はい、精神リングというのをインストールしてるんですけれど、はい、これはあのダイヤフラム振動板って普通周りの、リングの部分がプラスチックなんですけれど、はい、プラスチックに対してネジ3点止めなんですね、うん、それで3箇所のネジでプラスチックを押さえつけると、うん、どうしてもこう歪みが出てくるの です、ね、はい、振動板自体のこの円球状のものに歪みが出て、はい、やっぱり素直な、うん、あの音を出してくれないんですよ。だから
ステンレスのですね、カバーを、リングをその上からして、うん、そのリング自体をビスで留めるような、共締めするような形に変えることによって、リング全体を均等に押さえるように留めるっていうことができるものをうちが作ってる。なんかどう考えてもその方が良さそうに聞こえますよね。はい、ええ、そのメニュー始めたのいつ頃ですか？それはですね、まあ、1年とか2年とか。でも最近。最近ですね。それはやっぱりこういろいろと中身見ていく中で、はい、ここを変えたらもっと良くなるんじゃないかっていう、こう仮説を立てて、はい、試作品作ってみてやるみたいな、はい、そんな感じですか？やっぱり日々同じことを繰り返してやってると、うん、徐々に徐々にどんどんいろいろなところが改善点というのが見えてくるので、うん、その上で やる、うん、トライするっていうことが多いです。なるほど、はい、うん、この精神リングを入れて、はい、それでダイヤフラムを留めつけるわけなんですけれど、はいはいはい、まあ、このダイヤフラムをですね、普通はマグネット側にピンが立ってまして、うん、そこにダイヤフラムの穴、ダイヤフラム側に開いてる穴を落とせば動かないようになる構造になってるんですけど、はいはいはい、実際にはあの本当のセンターを出すためには、はい、そこだけじゃダメで、うん、我々はその穴を広げてですね、うん、わざとこうフリーにした上で調節するんですよ、うん、で単信号音を出しながら、はい、一番ストレスなくなるところを求める、それで止めつけるっていう、これ最新だしと言ってるんですけど、芯出し、つまりセンター出しというか、うん、はい、まあ、なんかそれやった方がそれは気持ちはいいんだろうなっていうのはなんとなく分かるんですけど、はい、そんなに大事なことですか？その極めて大事です、はい、まあ、これも動画に公開してるんですけれど、はいはい、ギャップがですね、本当に狭いその隙間のところにボイスコイル入るんですけれど、はい、微妙にずれるだけでやっぱり、はい、あの歪みまでは至らなくても、はい、ブレーキがかかってしまって音が伸びないとか、多分ね、それって適当にやった場合と比べても多分1ミリも差はないぐらい、ないですね、コンマ何ミリです、ですよね、はい、でコンマ何ミリ、本当にあのそういう世界なんですけれど、はい、この横方向の調節と、はい、加えて時にやっぱり歪みが出てる、うん、マグネット側だったりダイヤフラム振動板側、うん、その時は0.1 から 0.5 ミリまでのシムっていうスペーサーを使って、うんうん、段差をですね水平にこうして、それで止めるんですよ、まあ、そこまでやりやります。手間かけすぎですね、でもそれが結果に大きく出ますんで、なるほど、まあ、聞いていただいた時にパッとこう開放的な音が、その辺の努力が実ってる音です、ですね、はい、いやだからね、本当あの今 15項目ぐらいメニューやったって言いましたけど、多分それがあのトータルでのバランスなんでしょうね、はい、その多分例えば15項目のうち予算の都合上14個しかできなかったとしても、その範囲内で最終的な多分トータルのチューニングをされるわけですよね、はい、まあ、そういうノウハウがあるから、やっぱり僕はお願いしたいなと思ったし、今こうして満足してるっていう感じです。まあ、ちなみにですね、あのちょっとお金の話なんですけど、私が今回お願いしたメニュー、トータルで税込みで約78万円ぐらいでした。はい。まあ、僕にとってはもう非常に大金なんですが、まだまだやってないメニューもあるので、5年後、10年後ぐらいにもう一遍お願いするかもしれませんけど、はい、あの、多分、あの、5年後、10年後だとちょっと体力が心配で、同じだけの広さの家に住んでるかどうかも分かりませんので、あの僕はちょっと話それるんですけど、そのケンリクさんの動画を見ていく中で4301、はい、あれがもう半端ないなと思ってて、なるほど、いつかこの4343を手放すことがあるときは、うん、多分4301に乗り換えるときなのかなっていう、はい、気はして、悪くないですよね、この選択。その時も先生に相談ください、はいはい、相談させてもらいます、はいはい、という感じでございました、はい、これがあの私が、今回お願いしたメニューです。はい、そんな感じでこうやってお話を聞いてるだけでも JBL に対するこだわりがもう半端ないなってことは十分お伝えできたと思うんですけど、そもそもですね、はい、なんでここまでやるんですかっていうのを聞きたくって、はい、原体験ってどういうところにあるんですか？なんとかその4344を手放して4343、増えて増えて増えて、もう寝る場がない、あ、もう次来たらスピーカーの上に布団敷かなきゃいけないなってマジで思ってました。
その時の1曲目に選んだ曲があんまりハイリゾとかもやってなくて、やらないですね。 JBL の魅力ってどこにあるんですか？楽しさの年代だと思います。38センチウーハーでしか実現できない世界があると思っています。帯域が全然違うんです、うん、再生できる帯域がちょい内ぶりがいいと思います、うん、栄光にしてしまうとエントリー向けの安いのも出してくれませんかねみたいな多分要望ってあると思いますね。中途半端なものはお出ししない。実はリーズナブル、具体的にどうやって買ったらいいのかっていうのを、今後ともよろしくお願いします。